アダルト向けムーディーな深夜番組 HH。 こんばんは。今日も我々と心ゆくまでムーディーなひとときをお過ごしください。お相手は熱い視線で君をゲッチュのゴンと、あなたのおそばの暇つぶしキルアでお送りいたします。この間は CD 丸ごと取られちゃったからさ。うんうん、取られましたからね。はい、今回は俺たちが乗っ取ってやろうぜっていうことでやりました。でもさ、ムーディーって一体何なの？んだよ、人がせっかくムーディーに住めようと頑張ってんのに。お前はさ、それにさ、 HH の H ってどういう意味なんだろう。それはゴン、あのな、H、お前 H、 あのゴン頭頭文字、ね、あ、わかった。ハングリーハングリーだ。うわ、それはというわけで今回はハングリーしりとりをお送りいたします。だから H ってのは、お腹空いたね、キルア。それより俺は退屈でしょうがねえよ。この無人島に来て何日目だっけ。3日かな。落ちるとは思わなかったな、飛行船。思わなかったね、飛行船。こうしててもしゃあねえからさ、退屈しのぎにしりとりでもしようぜ。うん、いいね。じゃあお題は食べ物ね。なるほど、ハングリーしりとりだな。うん、じゃあお前から行けよ、ゴン。じゃあね、じゃあね、うな丼。バカだ、刺すなよ。いきなりうがついてるじゃねえか、うが。あ、そっか。じゃあうなぎ丼ぶり。そうきたか、り、りだろ。りんご。じゃあね、ご飯。お前わざとやってんのか。そっか、ご、ご、ゴリラまんじゅう。う、う、牛。し、し、キルアは牛をそのまま食べるの？当たり前だろ。だって俺んち、ね、暗殺一家だからさ。わかんないけどそうだね。し、し、し、しめっぽいせんべい。お前はしめっぽいせんべい食べるのか？柔らかくて美味しいんだよ。そっか。うん、イカ。うん。キルアって結構和食好きなの？和食ってなんだよ。あ、か、か、か、カルビ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 、ビ、ビだろ。うん、ビ、ビなんてつくも食べ物あんのか。あるよ。でもね、キルアが出てこないならね、ピかヒでいいよ。ヒ、ヒ、ひつまぶし。それなに。お前、うなぎをご飯で混ぜてるやつだよ。すごいの知ってるね、キルア。当たり前だろ。し、し、なんかしが多い気もするけど、し、し、しょっぱいイチゴ。は？ん？イチゴに塩かけんのか、お前は。あのね、保存するときにね、塩水に入れるとね、いいんだって。俺食ったことあるんだよ。一緒に食べたよね。なあ、しょっぱかったよね。あのイチゴな。ていうか、イチゴ？ご。ご。ごだろ？うん。ご飯はダメだよ。わかってるよ。お前じゃないんだから間違いねえよ。ごだろ？ご。ごは？な、お前先に言ったら俺がなくなるだろ。ご。ごかこでもいいよ。こ、米。なんかさっきから切るはさ、食べ物だろ、米。うん、材料が多いよね。麺。材料も調理すりゃご飯になるんだよ。そうだけどね。うん。なんだっけ。目。目指し。し。うん。目指し。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 渋柿。切るは渋いね。そうか。き、き、きだぞ。き、きゅ、気になる気とかも。金かんもんだぞ。きんぴらごぼう。おお、来たね。ちょっと危ない方に行くとこだった。え？ん？意味がわかんねえよ、俺。うだよ。う、
うなぎパイ食べ物だろ。キルはさっきあったもの言うのやめようよ。いや、うなぎパイだろ。うん。の？いいね。うなぎパイ。夜のお菓子だよ。あ、レオリオがそんなことを言ってたな。言ってたよね。いなり寿司。いなり寿司。うん。いなり寿司。うん。またしか。うん。はあ、でもね、キルは、ちっともお腹いっぱいにならないね。逆に腹減ったよ。うん。はあ